ボスのシンプルスタイル、白いボスですかね、ちょっと関係ないんですけれども、白いボスじゃのって言いたくなりますよね。岡山弁です。岡山の女性の話し方がすごく素敵で、感動しました。まあそんなことは置いときまして、マンデリン高級豆ですね。マンデリンという高級豆を 100% 使用で、甘みは控えめという形ですね。まあわざと甘くしていないというふうなものが書いてあります。甘み量じゃあちょっと飲んでみたいと思います。よっ、こぼれるから怖いんですよね。あ、豆の今ちょっと匂い嗅いでるんですけど、豆の匂い、ほんのりいい香りがしますね。ちょっといただいてみたいと思います。あ、美味しい。あ、やっぱり美味しい。ボス、なんやろう、めっちゃ美味しい。なんかなんて言うんですかね、コーヒーを飲んだいう感じがしますね。はい、大変美味しかったです。で、甘みも控えめ、ちょっと甘みはあるんですけれども、めちゃくちゃ甘いというんじゃなくて、ほんのり甘くて非常に飲みやすいですね。で、飲んだ後のどごし、すごくコーヒーを飲んでいるという感じがしました。やっぱりボスはとても美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。